はい、こんにちは。お昼今回ったぐらいですけど、ちょっとね、これ今オークションにね出品してます。まあこれはね、これは出品してないんですけどね、まあ新品の方をね今出品してますんで、ここね、まあつなぎ目、ちょっとつなぎ失敗してますけどね、ここは切った状態で出品してますんで、とりあえず付け方、付け方なんですけどね、まあもちろん、表のねキャノピーは外しまして、でね、モーターのね後ろ、ネジ外して、まあ、ローターもね外します。でね、これをここ外にねこんな感じ乗っける形、この状態を維持してね、これ、こっち今下側なんですけど、どっちでもいいんだよな、上側でも下側でもいいんですけどね、とにかく、これが結構くねるんでね、これね、またこの穴の中、これをね、前ちょっと一回このネジ穴こんな感じでね入れたんですけどね、そうするとね抜けた時にね、これが外れないっていう形になるんで、まあ、なるべくならこの状態は後ろにねずらした状態で、入れる。でそうするとね、ここがねきついのと、あとそのうまくいかないかな、ここにね横にねカラーみたいなのがついてるんでね、それをねうまいこと避けて、でここまで来るとね、出口まで来るとちょっとねこれを押さえてあげる、多少はね押さえても大丈夫なんでね、はい、してから、前が今度ここ回れなくなるんでね、この前の、キャノピーロックっていうか、まあ、ここ止めるところはねもう外しときます。無理に広げるとねこれ割れるんでね、こう中にはね案外こうまあまあいいんですけど、こうふにゃふにゃとねなってるんですけどね、開く、まあ、ちょっと無理するとね割れてしまうんでね、この状態で後ろ気をつけつつ、前もね気をつけながらこう回す、そして前が大方行ったらこのままね、ここまたちょっとねプニプニしながら、抜きます。はい、でもここまで来るとね、ここネジ、ネジのところにちょうどねここのネジに、行くように、作ってますんで、あとはその、まあ、後ろネジ固定して、で前側もここ、ここで、取り付けします。ちょっと見にくいかな、こんな感じでね、はい、外からねじ込みます。でないと、これをねこう開いて無理やりしようとすると、割れますんでね、絶対割れます。一度もね成功したことないんでね、はい、この状態になればあとは後ろをね固定して、やるだけなんで、あとはそのキャノピーで、取り付け、この状態でこれで完成になります。はい、こんな感じです。であとは何だろうな、あとはいっか、あとはもうこのままね後ろ、この部分をねこういうふうにしてね、つけていただいたら大丈夫なんで、はい、じゃあこれはこれで、取り付け方法が完了になります。はい、ちょっともうこれゴムチンがもう破けてるんでね外れるんですけど、はい、じゃあちょっと、メインの方つけましょう。はい、でこれ外す時もね同じように格好にして、同じようにねしてからのちょっと、膨らみを入れてあげて、そうするとうまいことねこう軸がねちょうどカラーの間を通る感じで、ちょっとずつ、抜いていきます。
まあ、ある程度行ったらね、まあ、すぐ、抜けますんでね。はい、で今までのね、これがあの嵐揚げ、最初の頃作ったやつですね。もう本当こんな、見えますかね、ちょっと粗い、ね、層が粗いっていうのが分かります。あとペーパーでねやったんでね、ちょっとゴミみたいなもんね、いっぱいついてますんでね、はい、でそれで、サフ仕上げの、まあ、巣穴とかね、まあ、巣穴は基本ないんですけど、あのその層のね、しましまを消すためにね、それ塗ってます。まあ、赤パテとか銀パテとかっていう名前であるんですけどね。でここ今、どうだろう、うん、マジョーラ塗装したとこなんですけどね、グリーンっぽいな、これ。前塗った時はね、グリーン以外にもね、赤くなったりね、してたんですけど、なんかこれグリーンしか出ないな。はい。まあ、とりあえず、つけます。で、これもね、同じように、さっきと同じようにして、中に入れる。あ、これ逆にしたな。逆に軸が、逆になるから、やっぱあれだな、あの軸の方にこれ、これねじらないと逆か、うん、はい、抜けたけど前に差し込みが、はい、入りました。で、これが、回らない、ネジを外から取り付けて、本当はあのこれネジロックつけてね、やった方がいいです。緩むとね、あれもう空中でね、なくなるとね困るんだよね。この部品だけ注文するのも大変だ。はい、こんな感じですると、このキャノピーをねつけてから、あのどこに、ラインを入れるかっていうのをね、まあ、鉛筆っていうか、まあ、ボールペンとかでね印つけてから、あのこういったのにね、ラインを、目安でね、塗っていきます。これゴムチンが外れてる。よいしょ。はい、かな、はい、ついた、はい、こんな感じでね、ラインをうまくするとこういう風にね、いい感じに、ラインも揃うんでね、はい、こんな形になります。今度なんかフルボディ、今これハーフボディなんですけどね、ちょっとこう前からね、ちょっとフルボディを作ってみようかなっていうちょっと企みも、生まれてきましたんでね。まあ、フルボディの場合はどうだろう、もうほんとシャコタンみたいにね、このスキットのね半分ぐらいまで隠れるようなフルボディが、作ってみたいなという思うんですけどね。こう F3C のねボディって大体そんなのが多いんでね、はい、じゃあまたこう後ろ取り付けだけなんでね、まあそれは後で しときます。でちょっとね、昨日かな、100均寄ったんですよ、これ、いつもね使ってるあのこれ、あのプロポのね撮影の時に使ってるやつなんですけど、これがね、これを200円したんですよ。200円したのにね、これ 100円でね、セディアにあったんですよ。で喜んでね買ったんですよ、喜んで買ったのはいいんですけどね、ちょっと中開けてみて、まあ完全に出すのは今は初めてなんですけどね、すぐに、ね、ちょっと気づいたのがね、これこのワイヤー短くない？こんだけなんでね、こちらからするとね、この長さがちょっと短い、まあ、その分100円引きみたいな感じかな。うん、まあ多分ね、どうだろう、距離的には、うん、これでちょうどいいかもしれないかな、いつものね撮影の分にしたら。多分これでいつもの撮影のレベルなら、問題ないと思うんで、はい、
じゃあこれでこれから撮影しようかな。はめ込んで。これが何色だったかな。これ黒しかなかったもんね。で数もね2個ぐらいしか置いてなかったんですよね。でまあ100円なんでね、まあ、安いんでいいかなと。まあ使わなければね、こうテーブルにねかませて、まあこう今これ三脚で撮ってるんですけどね、こうテーブルにねこうやってかませて、んでもってこれでね撮影すればいいかなと。まあそれにも使えるんでね、いろいろとね、まあ使い勝手はいいと思います。はいはい、それだけです。なのでね、こういったね、扇風機もね、まあこれでぶら下げること可能なんでね。これはまあ100円じゃないんですけどね、これはもう普通にあのアマゾンで買ったやつで、容量は分かんないんですけど、まあ 5.5 ワットアワーの、5ボルト1アンペアですね。これはもう1,2,3 段階で、次はオフなんですけど、まあこれがあのぶら下げの紐と、まあ、角度調整ができるやつなんでね、まあ、だいぶ前に買ったやつなんですけど、まあ今からこう、行けるようにもなったのでね、今からね暑い日が来るんでね、それ用にちょっと持ってきました。でもまあ今日はね、風もまあまあ、2,3 メートルあるんで、多分使わないと思うんですけどね。はい、じゃあこれでいいかな。はい、以上になります。はい、お疲れ様です。いい鱗雲っていうんですかね、これ、いい感じにねなってます。向こうの方もね、こう雲の途切れたとこ、うまいことまっすぐなってますよね。なんだろうね、これこういう感じだといい写真が撮れそうな感じなんだけどね。あの夕方もうちょっと日が沈めばいいんだけど、もう今、6時22分、うん、そろそろ帰らないとやばい時間なんでね。はい、そういうことで、どうしましょう。今日も、結構遊びました。レックスのねこれの H1、今日まあ普通にね調子良かったですね。で、M2 の箱と、まあこんな感じですね。うん、これもいい感じに飛んだんで良かったです。今日はこの2台だけですよね。はい、そんな感じで、はい、今日も一日お疲れ様でした。